こんばんはー <laughs> !YouTube の時間になりましたお相手は DJ マークワードル高行です今週もよろしくお願いしますえー、7時、え、7時だ <laughs> 7月の22日ということでね。あってよね、22日ね。えー、もう早いもんで、今月も後半戦ですけど、今日はね、もう、 この、FM ギノワンの、スタジオからも見える、三浜の観覧車が実は止まっているというね。まだ止まってるんだはずね、きっとね。さっきあのー、お家出るときに夕方のね、ニュース見たときは、あのー、ちょっと止まってしまって、こう観覧車がね、あのー、12人ぐらい残、あのー、取り残されていて、で、8人は救出、で、4人がまだ、ちょっとあのー、 まだ、あの、中にいるっていう風に、ちょっとさっあの、ニュースで見たんですね。それが、あの、ちっちゃい子供もね、二人いるみたいでね、また、ね、観覧車の中にいるんだったら、ちょっとかわいそうだなと思って、もうできれば、この電波がね、届いてくれたら励ましたいんですけど、あいにく、美浜までは <laughs>、電波が届かないみたいなんですけど、でもね、本当に、あの、笑い事じゃなくてね、あの、本当にも、一分でも早くね、 ちょっとあの地上に、ね、降りれるように頑張ってください。あの、二大消防署の方々もよろしくお願いします。もしかしたらね、ちょっとあの情報が入ってきてないんで、あのもしかしたらもうあの救出されてるかもしれないんですけどね、まあ、ちょっと、えー、気になるところです、はい。じゃあ今週も30分間行ってみましょうかね。えー、メール待ってますよ。797アットマーク、FM ギノワンドと COM。 あ、N 797アットマーク、FM ギノワンドット COM で待ってます。えー、何でもいいんでね、送ってください。よろしくお願いしますよ。30分番組ですからね、もう今すぐ送ってください。よろしくお願いします。この番組は、ボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ歯を守ること、それは命を守ること、個人出しクリニック。 丸ごとラスクが大好評のワイズサポート、酒類全般輸入卸し通信販売上 EY 商事、アパートの修繕リフォームなら、ショーンプレースの提供でお送りします。 はい。改めまして、こんばんは。えー、YouTube の時間です。えー、DJ のマークワードル高行です。<laughs> もういつまでこのネタ引っ張るんだっていう話ですけどね。もう、あの、ショーン・ K なき今、あの、僕があの、2代目マークワードルを就任、えー、就命襲名しましたんでね。えー、詐称、詐称なしで、えー、行きたいと思っておりますがね。 あのー、先ほどのね、<laughs> クールジャパンさんも、僕、大ファンでしたね、実は。<laughs> すごい、面白いっすよね。もう、まあ、あの本当、スタジオでね、こう入れ替えの時にこにすれ違うだけなんで、まああの、1分以上お話ししたこともないんですけど、でも僕、すごいもう、もう大好きで、本当に。 もうお友達になりたいと思ってますんで、今度何か機会があるときは、ぜひね、あのうちのこの FM 機のボスの与那峰さんにね、あの話して、ちょっとあの一席設けてもらってね、DJ 同士の、パーソナリティ同士の交,交流会とかね、やりたいんだけど、もしかしたらやってんのかな <laughs> お俺だけあの仲間外れチックな感じで、なのかな、一回もそういうの呼ばれたことないんですけど。<laughs> いやいや、でもね、本当に、あの、すごい楽しい方なんで、本当に、あの、友達になりたいです。<laughs> よろしくお願いします。いやー、なんかねー、ねー、もう、いやーあの、まずメール行こうか。<laughs> えー、田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。その後、え事、ー、故の痛みは大丈夫ですかそうなんですよ。あの、先週ね、 あの聞いてくださった方は知ってると思うんですけど、僕、先週の水曜日ですか、あの後ろからこう、ごっつんこされましてね、あの車で後ろからバーンって来てですね、まあ、その時の話は、先週15分ぐらい話したんですけど、まあ、生まれて初めての交通事故に遭いまして、僕は、今までね、無事故だったんですけど。 でまあ、ちょっと首をね、バーンってやって、でもね、僕、あのー、パソコンでね、あのー、見てくださってる方、分かると思うんですけど、僕、結構な首してるんですよ、<laughs> 結構首が太いんですよ、僕、まああのちっちゃい頃からね、小学校の頃ぐらいから首が太くて、僕は、うん、まああのプロレスラー向きらしいんですよ、この体験は。<laughs> だから僕、プロレス好きなんですよね、すごく。うん、できれば僕、あのー、今からでもプロ,プロレスラーになりたいぐらい、すごく好きで、うん、まあいいんですけど、それはね、だからこの首の太さのおかげでね、多分あのー、ショックを吸収したんだと思うんですよ、僕。だから、割と痛くないんですね、<laughs> まあいいんですけど、びっくりするぐらい痛くないんですよ。 うん、あの、なので、えー、今の質問には、あの、痛くないです。うん。毎日暑いですよね。うん、暑いです。えー、私は暑くてバテそうです。えー、夏休みも始まり、えど、ー、子供たちの、えー、賑やかな声を聞くと、とても幸せな気持ちになります。えー、無事故で楽しい夏休みを過ごしてほしいですね、っていうことですね。えー、かよださん、最後まで、ちばりよえ、えー、ラジオネームが。 ね、白馬団地の三女さん、いつもありがとうございます。そうですね、とうとう夏休みが始まりましたね。なので、あの、ドライバーの皆さん、あの、子供がもう、ほん、ものすごくもう、うおさをしてますんでね。あの、本当にもう、これまで以上に、えー、交通安全で行ってください。よろしくお願いします。もう、夏休みの思い出といえばね、もうひたすら遊んだことしか思い出がない。もう、小学校の頃とか特に。 まずあの、ラジオ体操行くで小6時半ぐらいに、で、行って、で、そっからもう、スタートね。一日のね。で、まず、家にはもう、帰らない。<laughs> 朝、あの、ラジオ体操に行ったら、もう、お家には帰らなかったね。朝ごはんなんか適当にその辺のなんか葉っぱとか、なんか <laughs>、バナナとか取って食べて、で、遊んで、 あのー、10時ぐらいに1回お家に帰って、水だけ飲んで、またバーンって出て、昼もなんかその辺のもん食べて、<laughs> で夕方、暗くなった頃に帰ってくるという、<laughs> そんな毎日、そんな40日間ぐらいを過ごしてたね、本当にね。もうあの家族そろってどっか行くっていうのがまずなかったんでね、僕らの世代は。 もう僕らの世代はもうあれですよ、まではあのー、スティホーリーですよ、スティホーリー、あの方言でいうところの、もう本当にもう野放し状態ですよ、もう子供なんかお家にいない方がいいっていうような <laughs> あの、あの家庭なんでね、みんな、どこのお家も、もうヤーグマいしてたら怒られるようなお家なんで、みんながね、隣近所中が、もう普通なんですよ、もう朝出たらどっかに行ってるのは。 ええー、ほんとそんな感じでしたよ。<laughs> でも楽しかったですよね。あのー、やっぱり夏はね、なんか少年たちはみんな成長するんじゃないですかね。うん。<laughs> ちょっと今かっこいいこと言ったつもりなんですけどね。やっぱりなんかあのー、夏はちょっと特別ですよね。うん。なんか、ね、日も長いし。<laughs> 8時ぐらいまで遊んでも明るいじゃないですか。 だから普通に遊んでましたよね、まあ、今はねもうそういうこともできないし僕らの子供にもねもう早く帰ってこいとか遅くなんのよとかはやっぱ言うんですけど、まあ、昔はもう本当にもう、まあ、何でもありな状態ですよねでやっぱり僕らってあの,頃はあのまあたくましさだけで生きてきたようなもんじゃないですかだからあのもちろんいろんなもん取って食べることもあるんですけどあのあれよ 僕らの収入源っていうんですかあのー、瓶をね、あのー、瓶を、瓶ね、瓶。ジュースの瓶ね。あれを返して、で、お金をもらうじゃないですか、僕たち、あの頃。あのー、普通の瓶だと10円。で、あの、ホームサイズ。今は懐かしい。ホームサイズね。ホームサイズの瓶だと50円。で、これを売るわけよね。あのー、うん。で、それで、収入を得て、 みんなで、こう、アイスケーキを買ったりとかね、そういう風にして、まあ、過ごしているわけ。うん。じゃあ、えー、まず一曲目。<laughs> この、唐突な振り。じゃあ、今週の一曲目いきます。今週はですね、あの、えー、もう、ロックロールエアロスミスエアロスミス の、えー、ベスト版を、えー、棚から一つ紙で持ってきたんでね、お家から、えー、それをかけたいと思っております。えー、まず一曲目どうしようかなこれだろうこれいこう。もうね、ランディ MC のカバーで大ヒットして、それから、第二期エアロスミスの全盛期が始まったわけですが、この曲はもう文句なしにかっこいいね。えー、まずは聴いてください。エアロスミスで、Walk This Way! 可亏！ walk this way! 이야, 조각! かっこいいっすね。やっぱりね。エアロスミスウォークディスプレイをお届けしておりますが。まあ、エアロスミス、なんかもう解散するらしいですよね。本当にね。もう本当に寂しいんですけどね。えー、僕はもう、ジョー・ペリー、スティム・タイラー大好きでね。うん <laughs> まあ、一回も見たことはないんですけどね。<laughs> いや、でも、それでももう、すごい大ファンですよ。この Walk This Way ね、あの、ランディ MC がね、顔をカバーしてから、それからね、またあの、若い世代にも、あの、エアロスミス。エアロスミスは実はあの、70年代にバーンって全盛期を迎えて、その後80年代っていうのはもう、メンバーもいなくなるし、もう、すごいこう、低迷してたんですよ。でも、この,ね,のね、あの、Walk This Way ね、あの、ランディ MC のヒットで、えー、また、 えー、トップアーティストに返り咲いたというね、もうランディ MC に絶対ね、あの、足向けて寝れないはずです、えー。ジョー・ペリーはね、あの、スティブ・タイラーも。いやー、まず1曲目は、えー、エラスミスで Walk This Way お届けしました はいじゃあ YouTube お届けしますねかっこよかったねあともう2曲ぐらいね今週はえーやらせ3つかけたいと思っておりますが、えー、まず僕の、えー、1週間を振り返るということでね、えー、僕の Facebook からちょっと紹介しておきますが、えー、まずねあのちょっと告知もさせてくださいえー、7月30日沖縄県では730で730でおなじみの7月30日 えー、沖縄市のジグザグというライブハウスで、えー、私のバンドアフタービーツライブやります、えー、京主郎の魂を引き継ぐバンドジムあとこの間ねゲストにも来てくれたハイバルのンダ、えースーパースターハイルンとも友達ハイバルビーバープス そして僕たちアフタービーツの3万マンドでライブやりますんで、ぜひ見に来てください。場所はですね、ライブハウスジグザグという超かっこいいライブハウスでライブやりますんで、よろしくお願いしますね。場所はですね、あのー、五谷十字路近く、小屋ケーキさんあるね。五ケーキね。五ケーキの横の道をスッと入っていくと、2階にジグザグというライブハウスはあります。 でよろしくお願いしますね、えー。7時半オープンの8時開演です。<laughs> えー、チャージは1000円。うん、安い。<laughs> 3バンドもね、もう素敵なバンドが見れて1000円ですからね、とってもお得なライブですんで、見に来てください。よろしくお願いします、うん。はっきり言いましたからね、今ねあの、ラジオの前の皆さんにはっきり言いましたんで、えー、皆さんもはっきり聞いたと思うんで、えー、ぜひ。 えそんな感じでね7月 <laughs> は、えー、締めくくりやライブがあるんですけど、えー、私のフェイスブックからちょこっと紹介するとですねあと僕は、えー、何をしてたのかというとあこの話は是非したいえっ、ー、とねラジオをねよく聞く方は知ってると思うんですけどあのー、緊張あるでしょ緊張かとり線香とかの緊張 緊張のね、ラジオ CM っていうのは昔からもうやばいんですよ、本当に。もうね、あのー、やりたい放題しすぎる。この YouTube よりも自由。本当に。ね、今ね、あのー、なんて言うんでしょう。この緊張のね、今のシリーズで、ラジオ CM で、あの、高山さんと大沢くんっていうシリーズがあるんですよ。これぜひ聞いてほしい。もう最高だから、本当に。もうね、この二人のやりとりがね、多分女子、 中学生と女子あ、男子中学生のやりとりだと思うんだけど、僕は中学生だと思ってるんだけど、あの、すごいいいんですよ。もうぜひね、聞いて。<laughs> よろしくお願いします。えー、あとはですね、えー、7月の18日、えー、僕は、えー、あまりの暑さに、えー、アイスケーキを食べてました。 このアイスケーキっていう表現もね、沖縄ならではなんですけどね、まあ、内地の方ではね、アイスキャンディー、アイスキャンデーっていうらしいんですけど、僕らはアイスケーキって言いますからね、あれにね、あの棒のついたやつのアイスケーキ。なんでえ、僕ももう一生これから先ずっとアイスケーキです。で、あの、ヤンバルクイナっていうね、アイスケーキがあるんですよ。まあ知ってる方は知ってると思うんですけど、これがね、 あのー、今もそうだと思うんだけど、一本当たり、二本当たり、三本当たりって言ってね、三本当たるんですよ、この、あの、ヤンバルクイナが。もうすごいでしょもうね、画期的ですよ、画期的。で、これをね、久しぶりに食べた。うん、美味しかった。うんまあ、そんな感じの <laughs>、話を、フェイスブックに上げております。まあえー、ここで2曲目いきたい、えー、いこうじゃないですか。 次はですね、えー、ロックスっていうね、アルバムの1曲目でしたね。僕、この曲でね、実はね、あのー、ちゃんとね、えー、出会ったんですよ。エアロスミスにね。 最初はね、エアロスミスあんまり好きじゃなかったんですよね、僕ね。うん。なんかちょっとあの、音がね、チャチー感じがしてね。最初はもうあの、僕、本当にハードロック小僧だったんでね。あの、ディーパープルとかが大好きだったんで、沖縄だったら紫とかね、そういうのが本当に好きだったんでね。えー、最初はね、あんまり馴染めなかったんですよ、このエアロスミスのサウンドにね。 でも、だんだん聴いているうちね、もうかっこいいし、もうノリが本当にロックンの俺だしね。まあ、いや、あの、五託はいいです。ごめんなさい。えー、まずは聴いてください。えー、エアロスミスの曲でいきましょう。えバーキンザ・サドル。 うわぁ、これも超かっこいいっすねバッキンザ・サドルをお届けしております。もう一曲いきましょうえー、っと、ちょっと待ってね。はいはい、ごめんなさい。えー、次の曲いきましょうか。 え、曲はエアロスミスでドーロ,ロライン。 はい。今日はなんかあの、エアロスミス特集になってしまったんですけどね。やっぱそれだけすごいかっこいいですよね。本当にかっこいいバンドだと思ってます。で、あの、もちろんね、あの、2000年に入ってもね、すごくえヒット曲もバンバンあるしね、もうすごいかっこいいバンドには間違いないんですけど、え個人的にはですね、やっぱりこういうあの、70年代ぐらいのね、あの、エアロスミスの雰囲気、サウンドがものすごく好きですね、やっぱりね。 もう、ほんとかっこいいでしょうね。うん。沖縄、不思議とこういう系のバンドが少ないね。やっぱり、うん。昔からあんまりないんじゃないかなと思います。やっぱり、あの、ハードロックはね、あるんですけど、まあ、こういうちょっとロックンロールっぽいバンドが、そんなにはないかな。うん。<laughs> まあそう思ってますけどね。うん。まあ、えー、今日はあの、エアロスミス特集という感じでお届けしましたけど、もう残り時間がわずかになってきてますね。えー、本当にね、あの、冒頭でも言いましたけど、あの、美浜の茶、えー、観覧車、ちょっとね、気になるんですよね。えー、もうさすがにね、救出されていて欲しいんですけど、 あともうちょっとね、あの、本当に、もうね、もう民主主義とは思えないような、もう本当に事態もものすごくこ起こってて、本当にもう僕、あの、頭に来てるんですけどね。まああの、まあなんていうんですかね、こう表現をね、やっぱりみんないろんなところで表現してると思うんですけど、やっぱこういうのもね、どん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 やっていかないとダメっすよ。うん、もう本当にこういう言論とか表現の自由が、 だん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 脅かされていくんで、世の中っていうのは、こういうのをね、もうどんどんあの、気にして、本当に、言いたいことを言えない世の中だったら、もう本当にもうダメだと思ってるんでね。え、そういうのはしっかりやっていきましょう。まあ、ね、今日はあの、最後にね、ちょっとあの、曲を聴きながらお別れしたいと思っております。最後はちょっとしっとり行きましょうか。え、アロスミスでドリームオン えー、今週もですね、えー、番組お付き合いいただきありがとうございました、えー。この番組は、ボディマッサージとアロマのディメディアルアロマスクールサロンティーズ、歯を守ること、それは命を守ること、コチンダシカクリニック、丸ごとラスクが大好評のワイズサポート、酒類全般輸入卸通信販売上位ワイショ商事、アパートの修繕リフォームのラッションプレスの提供でお送りしました。 さあ、えー、時間いっぱいとなってまいりました。お相手は、マークアドル高木でした。じゃあまた来週も元気にお会いしましょう。バイバーイ